中山競馬場10レースはカーバンクルステークス4歳以上オープン芝の 1200m 戦に出走馬16頭です。快晴、雲一つない青空の下、向こう上面外回りコース1番スタンドから遠い地点でのゲートイン。各馬順調に収まって16番のからくれない最後のゲートインを終えました。スタートしました。と2番のキングハート1頭くれました。コーダッシュ15番のナックリーナスですが、かわして12番のモズスーパープレア先頭に立っていきます。そして内から1番レジーナフォルテがわずかに2番手、3番東証ピスト、外は15番ナックリーナス2番手3頭です。その後ろから14番オールインワンが接近、体半分11番そのうちクリーンファンキーで、3内から8番のペーシャフェリシタ中段前、その後4番アルマエルナと3、4コーナー中間に向かいます。1馬身半がいて6番リョーノテソーロ、10番光栄タケル、3、4コーナー中間、外から16番からくれない、かわして進出、インコース2番のキングハート後方集団に取り付きました。あとは13番コスモドーム、そして馬群の中に7番のキャンベルジュニア、おしまいから2投目5番のモルトアレグロ、最後方追走9番ダイマリベラルで、第4コーナーから直線に入りました。逃げます。12番のモズスーパープレア、リードを2馬身、外から15番ナックビーナスが追っている、そのうち食い下がる1番レジーナフォルテ3番手、坂を駆け上がってくる、あとは2馬身がいて8番のペーシャフェリシタ伸び足どうか、今4番手から3番手2番手追っていますが、先頭逃げる逃げる12番モズスーパープレア降臨、2着争い15番ナックビーナス優勢、この馬を挟んで内1番食い下がったレジーナフォルテ、最後に迫った8番のペーシャフェリシタ、3着争いに見えます。12番モズスーパーフレア断然人気に応えて悠々逃げ切りました。安城武豊騎手、今日2つ目です。最後は3頭広がった2着争い、15番のナックビーナス、わずかに2着に思われます。この馬を挟んで内は食い下がった1番レジーナフォルテ、最後に並びかけた8番のペーシャフェリシタ、3着争いに見えました。1分7秒0、ゴールまでの 800m は44秒9、600m34秒2でした。